レディオジャム、ウィワナビユアナンバーワン。ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。2007年4月の21日土曜日、レディオジャムウィワナビワナワワのお時間がやってまいりました。いつもの通りの石田でございます。ということで、まあいつもの通りというかちょっと肩が凝ってるので、いつもの通りプラス肩こりという感じでございましてですね。もうね、肩こりになるとね、頭痛がね、すごくてね。そんなヘボヘボな感じで今週もやってまいりましょう。レディオジャムでございますけども。まずはオープニング、インザブルームスーパーノバでございます。21世紀型アーティスト発掘企画ということで、インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介しております。今週オープニングはですね、もう、
力強すぎてですね、もう私の肩こりもギュッときてで、そんな曲で、ガーディアンハッカーでございますね。ガーディアンハッカーの、The Things Changing You という曲を聴いていただきました。ガーディアンハッカープロフィール。女性ボーカルを有する、女性ボーカルを要する群馬県を中心に活動するメランコリックヘビーロックバンド。ヘビーロック、ヘビーメタル、ゴシック等の音楽性をハイセンスに融合した音楽性。幅広い歌唱法を使い、かつ、個性的なアサミの歌うメロディー。独自の世界観を持つライブでは、聴かせるとともに見せることに重点を置いた激しいステージングを用いると。ということでございますね。初期は US オルタナティブロックに影響を受けた楽曲に浮遊するアサミの歌唱が乗るスタイルだったが、徐々に音楽性の幅を広げつつ、よりヘビーな方向へシフトしていくと。もうヘビーですよね。うちの番組ではなかなかこの手のここまで重いのはなかなかね、かかんない感じでございますけども。2005年3月にファーストアルバム、On One's Own Authority がリリースなんですね。で、その後、まあ、いろんなことがありましてですね。まあ、今も活動を続けていると。ね、出たり入ったり出たり入ったりしてたバンドのメンバーがね、そういうこともあったりって。まあ、よくある話でございますよね。で、現在はですね、もう、なんか、なんだ、2007年4月に、サポートドラムとしてですね、チャンプさんという方が正式加入されたそうで、おめでとうございますという感じでございますけども、今もやってるよということで、ウェブサイトがありますので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてくださいませ。今は鼻のすすりの音が入りましたけどもね、こういう時普通プロはカフっていうのをですね、キュッてマイクのボリュームをね、絞るんでございますけどもね、私は今文章を読むことに真剣になってて、カフを絞り忘れました。ね、すまないね、ということで、一回カフ絞るよ。ということで、ウェブサイトがございますので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてくださいませ。URL は、www.geocities.jp/guardian_hacker_web/m.index.html。そこそこ長いので、インザグループスーパーノバのウェブサイト、www.nipixel.jp/nova。こちらの方にアクセスをしてくださいませ。いろいろなアーティストの情報なども取ることができますし、アーティスト写真なんかも載ってます。コメントなんかもつけられます。よろしくということで。今週1曲目は、ガーディアンハッカー The Things Changing You という曲を聴いていただきました。また来週もですね、別の曲をご紹介いたしますので、お楽しみいただければ幸いということになっております。ということでですね、今日のオープニングもね、サクサクっとこなしましたけども、あのね、明日4月の22日の日曜日の午前8時44分にですね、私の地元にコミュニティ FM 局が誕生するっていうね、話題をですね、があるんですよ。コミュニティ FM 局が。ね、私のこの、ね、なんていうでしょう、許可もなく。まあ、許可もいらないっていうかね、なんていうの、免許が取れればね、放送局として、なんかね、できるらしいんですよ。でね、そこそこね、やる気のある放送局らしくて、結構ね、自社制作番組なんかも多いらしいんですけども、いかんせんね、我々には何にもないわけでございます。まあ、てか、私も昨日知ったばっかなんでね、開局2日前に、あんだ、そんなもんっていう感じで、これはどうなのかね、ね、私はそこの一応まあ、住民ですから、まあ一応ね、なんかこう予告ぐらいあったっていいじゃない。ね、なんか大々的に1ヶ月ぐらい前にさ、ほら、4月の22時に開局しますよと、ね、イベントやるからみんな来てね、みたいなことがあっても良さそうなもんなのにね、何にもないんですよね。もうこれほどネットも使えるというですね、時代だっつーのにね、何にもしないっていうね、ぬるいね、コミュニティ FM。やっぱこう、やっぱインターネットラジオの方がこう熱いんじゃないかっていう、ね、いうふうに思ってなんかそれ今日この頃でございますよ。ね、まあ、ね、自分が関わらないからもう、ボロクソ言っちゃいますけども、もう、関わったらもう、だからそういうことでね、もう、全然もう、OK よとか言って、ね、絶対言うんだけど、ね、まあ、そんなことがあってね、なんかこう、いろいろね、やっていこうとかね、思ったりなんかしてるわけですよ。別に私がそこで番組を作るとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、なんか、まあ、そういう機会があっても面白いよね、コミュニティ FM。配信世帯数がね、市内の中でも、2万何千世帯って言ってたかな、だから、そんなに多くないんですよね、うちの住んでるところはですね、多分住民数から言ったら、多分2万世帯以上あると思うんですよ。当たり前ですよね。だって2万世帯で、でね、世帯数だから、そこに家族が住んでて、3人だとして6万人ってことですもんね。でうちは人口10何万人いますからね。絶対狭いっていうね。感じなんでございますけども。なんかね、そういう、なんかね、面白そうなものには関わっていきたいわけですよ、私は。でもなんかあると首突っ込むから。
最近で言いますとですね、アップルコンピューターっていうか、今はアップルジャパンでございますけども、そこがね、スタートマックっていうやつをやって、ね、マックを初めて使う人とか、今マック使ってない人に、ね、使ってもらって、ブログとかにね、こう書いてもらって、なんかやろうぜっていうね、そういうものがあるらしいんですけど、スタートマックね。てかあるんですよ。ね、面白そうだったんで申し込んだんですけど。で、今回ね、あれなんですよ。募集要項のところにね、マックを、今現在マックを使ってない人ってあったんですよ。で、私はその時に、わざわざですね、立ち上げていたサファリを閉じ、横で立ち上がってる Windows XP の、インターネットエクスプローラーから書きました。いかんのかと。今確かに私は Mac を使ってなかったよと。Windows OS だって。確かに4秒前にはサファリを見ていたけども、ね、確かに直前でメールアップを立ち上げてメールチェックもしてたけどもっていうね。ということでね。まあ、実際は問題スタート Mac に選ばれたところで、ね、MacBook がね、もう1台来たところでどうしようって話ですよね。ぶっちゃけね、そこになんかやることあるのみたいな感じで、うちにあるこの MacBook Pro の支払いがまだ私は終わってないわけですから。で、ようやくこの、来月5月ですよ。ね、ようやく完遂っていう。ね、もうね、もう全然支払い終わってなかったっていう状況でも、あるんだけども、っていう感じでございまして。ね、なんかね、なんか最近ね、私なんか、そういう面白いもんに首を突っ込みたい欲がね、ものすごい大きくて、面白いことをやりたいし、面白い、ね、ものがあったらそこに飛んでいきたい感じがあってですね、なんかそういう情報で、よく調べちゃ、ちまちまやってますよ。今ちょうどね、だからグッドデザイン賞のね、っていうものがあって、この番組でも何回かネタにしてたかな？わかんないけど、明日か。ね、あ、そうでしたよ。この番組で言ったことがグッドデザイン賞の公式ブログに取り上げられたんだもんね。そんな過去もあるうちのわけでございますけども、ね、ね、だからね、そのグッドデザイン賞があるわけでございますよ。ね、なんか、ね、意味もなく、なんか応募してみるってのはどうかなっていう。そう、なんかわけのわかんないプロダクトをね、作って、なんかものすごく画期的なようにね、こう見せかけてね。なんかないかなっていう話でございました。だって、フジテレビのニューデザインパラダイスってテレビ番組がだってグッドデザイン賞に入ったぐらいなんですから、これもう何だってありだよね。ね、新しいデザインをこう、組み立てるとかなんとかいう、なんか基本スタイルを打ち出してですね、表参道ヒルズにあるね、例の教会に、ふと送ればいいのかな。わかんないけど、ね。なんかね、そういうものもあったりとかですね。ね、そうだが、あとね、うちはプロペラシャフトっていう、ね、うちサイトの名前なんですよ。これをね、意味もなく商標登録してみようかなっていうね、ことも思ってたりなんかして、個人で商標登録ですよ。で、取ったところで商標としては多分使わないですよ。で、PROPELLERSHAFT なんてこんな長ったらしいこんな名前を多分ね使わないとは思うんですけども、なんかね商標登録って面白そうでしょ。なんかいろんなことやらなきゃいけなさそうで面白そうですね。ね、ということでですね、そんなねことを考えてる。なんなんだろうね。なんでこんな面白いことをやりたいっていう、この、なんか欲望が出てくるんでしょうね。ね、なんか、現状に飽き足らないんでしょうか、私は。ね。おー、ね、なんか、ね、使ってるものとかね、そういうものはね、決して目新しいものじゃないしね、面白おかしいものを使ってるわけでもないのにね、なんかこう、やりたいっていう。ね、こう、欲望が、もう、湧いては、みたいな感じでございまして。うん、だからね、この、今ね、読んでる本が、iPod は何を変えたのかっていう、スティーブン・レビーさんっていうですね、ハッカーズっていう本をね、昔書いた、それなりにコンピュータ業界で有名な、ライターさんなんでございまして、iPod は何を変えたのかっていう、iPod が登場するちょっと前から、開発の時から、今現在に至るまでの iPod の話を書いてる、本があって、これがなかなか面白いのよ。ね、特にデザイナーのですね、某なんとかさんがですね、某なんとかさんですよ、iPhone のデザインもやったっていう、某なんとかさんの、ね、僕が作ったものは、なんていうの、素晴らしい、なんか、デザインとか言われたくないね、みたいなこと言ってたんですよ。おーとかいう、こと思ったりなんかして、なんか言ってみたいね、そういう言葉、みたいな、ね。絶対言うことないだろうな、みたいな、があるんだけどね。なんかそういうね、なんか面白いことになんか、とりあえず関わっていきたいと思う、今日はこのことでございます。ということで、インザグレムスーパーノーバー2曲目のアーティスト、2組目のアーティストをここからご紹介していきたいと思うところでございます。今週2組目のアーティストは、新しいアーティストでございますね。2006年2月に結成という、カレンというユニットでございます。ユニットバンドか、スカーという曲をここから聴いていただこうと思ってるんでございますよ。まあ、あとオープニングの曲と違って、こう、大人なテイスト。ねえ。かもしれませんけれども、後ろ番組がメリハリがあっていいですね。聞いてみましょう。カレンです。カー。
聞いていただいておりますのはカレンですかということでございますね。プロフィールをご紹介いたしましょう。2006年2月に結成、2005年春にドラムスの黒坂さんと友人の紹介によりゲームボーカルのカレンさんが出会うと。で、高校時代ハワイの学校に留学、ネイティブな英語力とクラブミュージックのセンスを身につけ、天性のリズム感で歌うカレンの歌声に惹かれた黒坂がバンドへ誘う。当時関西に住んでいたカレンだが、それから約1年後に上京、ベースギターをの方をですね、正式メンバーとして加えてバンドカレンが都内で結成されると。で、バンド活動や音楽活動自体が初めてだったカレンをボーカルとして迎え、それでこのボーカル、まずはスティービーワンダーやデバージの曲をカバー、さらにオリジナルを手掛け、2006年7月、新宿のマーズで初ライブを決行。その後月1のライブに加え、代々木公園でストリートライブも月1で行い、着実にリスナーを獲得していくと。で、現在のライブ活動は、青山ループを中心に新宿マーズ、六本木、毛布など、クラブですね、でやってると。で、結成からメロディーとリズムの融合をテーマに、ソウル、ブラックコンテンポラリー、ネオソウル系のジャンルに影響を受け、現在もオリジナルを作曲中ということでございますね。近いところでは5月の3日に青山のループ、5月の15日には渋谷のルームにてライブが行われるそうでございます。ウェブサイトがありますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいませ。URL は karen.chu.jp こちらの方になっております。インスタグラム、スーパーノマのサイトを見て、いろんな情報を知りたくみてくださいませ。ということで、レディオジャム、イワナビ、イワナンバーワンは、一旦お知らせに行った後、まだまだ続くんだよ。インターネット放送局、ニンニンチクビ。石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股、他、多数出演中のインターネット放送局、ニンニンチクビは、2219.jp。
アホーな4人組ポテトティップスのファーストアルバムティップスター。今ここに忍び寄おされ決めるなら任せなべ。ハッピーになれる全9曲税込み1000円。ブレーキはない、ゴール地点なんてない。インフォメーションは www.z-d-w.com。ドラゴンバンブー、ファーキーファーキー、ぶちかませいかんやかセンセーション、極めたって音止まるホットビート。ファーキーファーキー、最高の自分になれるように、気合い入れて Yo Hero 1,2,3 ドラゴンバンブーはインターネットのよろずというサイトで曲の視聴ができるんで、そちらも覗いてみてください。応援よろしくお願いします。さらに思いましょ。この頃の音楽はちょっと物足りないねと思っているそこのあなた、こんな音楽番組はいかがでしょうか。 nebo.jp インディーズミュージックレディオプログラム、ネボブランドサンドランチャー、サンドクルー DJ ネボスケが今一番熱いインディーズアーティストをどこよりも深く濃ゆくあなたのパソコンに直接お届けいたします。 URL は http://nebo.jp http://nebo.jp まで待ってます。インザグルーヴスーパーノヴァ。守るものは何だったの。
ということでお届けしておりますレディオジャムウィワナビーワナンバーワン、2007年4月の21日土曜日、今週の3組目のアーティストは先週もご紹介いたしましたジュジュモン、ジュジュモンなんでございますが、2006年4月結成、ナイサーナンクルー時代にリリースされたソアラという3曲入りシングルの中から月見る夜にあなたを思うという曲を聴いていただきましたね。えこの我がソニーミュージックが相手にしてくれなかったうちの番組でかけるにはもったいないというような、もう来たよ今回も。ねえ、なんつまくんなんだ、ちょっとございますけども、ということでございましてですね、ジュジュモプロフィール、2006年4月ナイサーナンクルとして結成、8月に、初の音源、先ほども言いましたソアラを発表しております。でその中で活動を続けている中、10月にライブで訪れた沖縄で、こちらの方でですね、出会った言葉ジュジュモというのに惹かれて改名というかね、改名、2007年3月に、2枚目となります和音というシングルをリリースしております。絵本のような、絵本のような物語と映像の浮かぶ音楽を作ると、そんなユニットでございますね。リリック、作詞、そして、曲を作り、ボーカルもやり、コーラスもやってるのは沖縄生まれコラージュ好きのエリナさん。そしてもって、曲を作り、楽器もやり、プログラミングもやり、そして録音もする、マクオトさん。長野県生まれ香港育ち、剣玉一級ですね。こんな方の、こんな二人によるユニット、ジュジュモでございますね。で、ジュジュモのこれからということで、紙でもらったプロフィールには、二人ユニット&エレクトリックでもアコースティックでも行けるという身軽さを生かして全国いろんなところ行きたいですねと。3月中旬には沖縄にも行くし、もう本当呼んでくれればどこへでも、持って、どこへでもって勢いで。ラジオ聴いて気に入ってもらえたらぜひ連絡くださいということでございますね。で、そんな、ジュジュモの曲がですね、4月から7月にかけては、ミュージックバード、ね、衛星で流れています、東京FM系のね、あそこで、そして各地コミュニティ FM。で、ミュージックバードが制作している番組はコミュニティ FM によく流れてますので、で、こちらのですね、スタードリーマーという番組にてパワープレイされることになっておりますね、ジュジュモの曲が。オンエアは毎週土曜日午後9時からの1時間、日テレで食いたもんやってる時間でございます。で、詳細はですね、ジュジュモの関連サイト www.cityweb.co.jp/スタードリーマー、こちらの上を見ていただければと思うところでございます。ジュジュモのウェブサイトは nncrew.blog65.fc2.com、nncrew.blog65.fc2.com でございます。インスタグラムスパノバのウェブサイト www.2pixel.jp/nova、こちらの方をご覧いただきますと、いろんな情報が入手できますので、ぜひぜひチェックしてちょうだいということになっております。ということで、ジュジュもいかがでございましたでしょうか。なかなか深いね、音楽を作る人はまだまだいっぱいいますよ。探すの大変だけど。ね、本当に探すの大変だけど。もうね、どんどん大変になってきて、ね、スーパーノーバーいつまでやってられるのかなっていうくらい大変なんでございますけどもね。とりあえずね、5月の末ぐらいまでは続くと思います。ということで、次回の番組は4月の28日土曜日、ゴールデンウィークスタート初日でございます。3連休一発目。この日にお会いすることになっておりますので、ぜひぜひ皆さんまたチューニングインよろしくねと。チューニングインって何よ、ね、チューニングの仕様がないよね。URL 自分で作れるもんね。パってね。ということで、またね、来週お会いいたします。ということで、ね、また来週はですね、ガーディアンハッカーホイデン持って、などなども、いろんなアーティストをご紹介していきますので、よろしくね。また来週お会いいたしましょう。伊坂でした。今週の目標は、とりあえず、ゴールデンウィークの準備だね。